住み太郎は、日本の実業家、映画館経営者、映画制作者である、株式会社シネマハウスの前身である、株式会社クサツダに映画劇場を経営、映画制作会社の大東工業株式会社を創立して、菊と、ト、イサム、武器なき問いの2作を制作した、伊藤武雄の独立映画、洋画配給会社の太陽映画の代表を歴任した、別名、住隆た 角が復興した草津映画劇場、1956年の写真、1899年に生まれる。1928年前後、京都市中京区の新京国通りにあった映画館、キネマクラブの支配人に就任する。同館は、神戸、新開地の菊水キネマ商会が所有、経営する映画館であり、大正時代から洋画専門の自由配給館であった。 一時、東亜キネマ、帝国キネマ園芸の工業系統にあった時期を経て、脚本家のヨダヨシカタがまだ銀行員であり、同館に通っていた1930年前後には、洋画専門館に戻っていた。角が支配人であったこの時期、大橋光一郎の制作する小型映画の上映等も行った。角はその後も同館の支配人を務め、 第二次世界大戦中の1944年前後まで在任した。戦後は、1948年8月、滋賀県狂本郡草津町、大技 OG の映画館、文栄座の経営権を取得、同館の経営を行う。1951年4月には、三重県上野市に、上野映画劇場を新設、開館。1953年12月には、 滋賀県安郡森山町の大黒座の経営権を取得、森山映画劇場に改称する。1956年には、草津市草津本町2丁目で、休眠状態にあった大聖座を買収。これを復興して、草津映画劇場と改称、同年、同市内王子井町に、草津第二映画劇場を新設、開館するとともに、文栄座の建物を船木秀行に売却。 草津第二映画劇場を、文栄座の後継劇場とした。角が手放した、文栄座の建物は、踏み絵映画劇場と解消し、最終的に、草津グリーン劇場となった。この頃には、森山映画劇場の経営者として、角に代わり、角の次男、各社門の名が掲載されるようになった。1958年11月2日には、東京都中央区銀座2丁目に、 大東工業株式会社を設立した。同社は伊藤武夫が1954年に設立した映画配給会社、独立映画の冒険会社で、角が同社の代表取締役になる以前、独立映画の取締役に就任していた。同社は、資本金1000万円、取締役には、石原県、杉本義夫、今井正山本札夫、家白美代寺、 監査役に辻誠が就任した。同年12月末、経営不振の独立映画は、日本の独立系映画の配給業務を停止、伊藤竹雄らは、取締役を辞任、独立映画の代表取締役会長に、角が就任している。同社設立第一作の、菊と勇は、翌1959年3月29日に、小畜の受託配給により公開されたが、 この撮影にあたって、各社門は、スタッフとして、制作に参加しており、完成後には、イサムを演じた奥の山、ジョージを、草津の自宅に引き取って育てた。同年8月1日、事実上機能が停止していた独立映画に代わる、新たな洋画配給会社として、太陽映画を設立、角は、代表取締役社長に就任したが、1960年3月、北欧映画ともに、 ヘラルド映画に合併した。同年、設立第二作の武器なき問いの制作を行い、同作については、大東工業が自主配給を行い、同年11月8日に公開された。同年、大東工業の取締役に在任していた角の長男、角斜里を、専務取締役営業部長に就任させて、東京における同社の経営を任せ、角は、 伊賀上野の上野映画劇場の経営に専念した。当時の映画年間に見る角の肩書きは上野映画劇場経営者である。草津第二映画劇場については1959年から、草津映画劇場については1962年から、角に代わり各社門の名が掲載されるようになった。1963年には草津映画劇場を閉館した。1970年代に入ると、 上野映画劇場の経営者は、各社里が代表を務める、各商事。支配人は、各社里が兼任するようになり、角は、表舞台から、名が消えた。1973年には、森山映画劇場を閉館した。1987年に死去した。去年89。角が制作、配給した、映画作品の一覧である。東京国立近代美術館。 フィルムセンター等の所蔵状況についても記す。角が関わった映画館の一覧である。ありがとうございます。